奉納させていただく、町田と申します。今回のプロデューサーをしております。よろしく、ありがとうございます。今日はですね、非常にたくさんの方がいらっしゃっていて、ちょっと見にくいところもあるかと思うんですけれども、10分ぐらいの作品をやらせていただきます。でその中には、広島からの作家さんとか、埼玉の作家さんとか、東京の方とか、いろんな全国から集まっている作家さんのパートが あります。それから、AMJ 幼稚園のですね、園児の方が描いていただいた、これは実はただ絵を描いたのではなくて、穴の開いている紙に、自分の願い事をこう塗ってですね、それを絵にするという描き方をしてもらって、その願い事に従ってちょっと動かしたアニメーションにしたような、子どもさんの作品も、上映させていただきます。全部で10分ぐらいなんですけども、それで、それ以外にですね、実は日本部の方に2つ、コンテンツがあって、向かって右の方は、実は岡山のなんだっけ吉備津彦神社という神社で、今日プロジェクションマッピングを、大灯籠というのが11メーターの灯籠がありまして、そこにプロジェクションマッピングを、まさにここの円融寺を去年までやってた方が、やってまして、それをですね、あそこの右側で今中継で、このプロジェクションマッピングの合間にですね、岡山からの中継を右の方でやります。で左の方では、エア書道というですね、体を使って、日本語の左側にこう書道ができるという、そういうインタラクティブな、パフォーマンスというか、そういうことを、自分でそれができるわけなんですけども、そういうものも用意してありますので、どうぞ前の方が終わったり後ろの方でもちょっと楽しんでいただいて、それ今日は非常に人がたくさんいらっしゃるので、見終わったら、右の方からこうはけていただくような形になるかと思いますので、皆さん、最後まで、ごゆっくり、年の瀬を、楽しんでください。はい、じゃあ始まります。